そうだっけ、なんかよくある気がするけど違うんだね。ワンニャンパク6畳一間、かわいすぎるけど狭すぎる。ワンニャンパク6畳一間、10のワンちゃんに10の猫。ワンニャンパク6畳一間、かわいすぎるけど狭すぎる。ワンニャンパク6畳一間、10のワンちゃんに10の猫。ワンニャンパク6畳一間、かわいすぎるけど狭すぎる。ワンニャンパク6畳一間、10のワンちゃんに10の猫。
Oh,
ください。チオから。はい、紫色担当萩野チオです。チオちゃん。はい、白色担当最年少リーダーわかなです。わかな。はい、最強ピンク担当メンミーこと宇野めみです。メンミー。はい、虹色担当森永チロルです。チロル。はい、ココミのリーダーボテキレットの積みあすかです。あすか。本日は初岡山遠征と無線通話ライブお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ゼツポメちゃん初岡遠征ということで、ゼツポメ初めて見たよって方いますか？おー、いるいる。やった。よかった。これは次回に生を覚えて帰ってくれたら嬉しいです。はい、そして告知なのですが、25日に、ピースカフェにて森永チロル生誕祭させていただきました。ちょっとクリスマスだからね、みんな予定が入ってるかも。チロルの生誕祭っていう予定が入ってるかも。予定入ってる人間いないしね。ね、26日に私たち絶望のポメラニアンがデビュー1周年となります。やったー。おめでたい、おめでたい。はい、周年ライブもやらせていただくということで、ぜひ広島ピースカフェに遊びに来てください。お願いします。終演後物販を行わせていただくんですけど、初めましての方1枚チキが無料となってます。よろしければ遊びに来てください。お願いします。では次の曲聴いてください。絶望のポメラニアンの最新歌、あ、違う、オリジナル曲となってます。聴いてください。絶望のポメラニアン。